回のテーマとしては片面ペン選手、またバックの攻撃力を上げたい方必見のバックハンドのポイントについて詳しく解説をしていきたいと思います。私の動画では初紹介になると思います。バックハンドですね、日本式ペンホルダーの方であったり、中国式ペンでも裏面にラバーは貼っていない、それでもやっぱりバックの攻撃力を上げたいと思っている方はすごい多くいらっしゃると思うんですよ。その時にバックショート、裏面ではなくてこのバックハンドといった技術、最近は使われる方がちょっと少なくなってしまったんですけど、しっかりポイントを理解して試合で使ってもらうことでバックハンドならではのボールを送ることができるようになるので、ぜひとも最後までご視聴ください。ではやっていきましょう。はい、今回は基本のバックハンドについての解説です。バックハンド強打はまた後日別で動画を出したいと思いますので、まずは基本的なバックハンドを習得するためのポイントについてお伝えをしていきます。バックハンドをする上でのポイントの一つ目としてはグリップですね。バックショートとはやっぱりグリップが異なってきます。バックショートは親指を外すことが多いんですけど、バックハンドを行う場合はフォアハンドの基本的に持ち方は同じです。その中で中指、後ろの指の方に意識を置いてあげたいですね。良くないのはバックハンドを行うときに面が上に向きすぎてしまうことなんですよ。そうなってしまうとボーラーをオーバーミスしかしないので、後ろの中指と余裕があれば薬指でもいいんですけど、こちらの方に意識を置いてもらって、やや斜め、ちょっとかぶせ気味の角度を作ってもらうことが大事になってきます。そうすることでスイングしたときに自然に全身回転が加わってくれて、安定した軌道を作ってくれるようになります。これが一つ目のポイントですね。二つ目のポイントとしてはボールの頂点に合わせて体の斜め前の部分でインパクトをするということです。これもバックショートとはやっぱり異なっていて、あまりタイミングが早すぎると体が突っ込みすぎたりとかスイングができなくなってしまうので、タイミングは頂点です。ボールの頂点で合わせてあげることでしっかりラケットを振り切ることができるようになってきます。そしてインパクト位置は体の斜め前です。横にしてしまうと振り遅れが多くなってきてしまうので、斜め前で合わせられるようにタイミングを取ってあげましょう。スイングの始まりとしてはやっぱり体の前です。初めからこの状態から打ちに行くと絶対体が突っ込んでしまったりとかタイミングが取れなくなってくるので、体の前ぐらいから引いて振る、引いて振るっていうボールに合わせてリズムを取るということをしっかり意識してあげましょう。やっぱりこう技術を行いたいと思えば思うほど先にグッて構えてしまってボールを待ち構えてしまうことが多くなってしまって、力が入ってしまうことが多くなるので、あくまでタイミングはボールに合わせて、ボールに合わせて振るということを忘れないようにしていただきたいです。これが2つ目のポイントになってきます。3つ目のポイントとしては体の回転と肘の畳みを一緒に行ってもらうということです。いわゆるもうシェイクのバックドライブと同じような体の使い方なんですよ。軽く体の前から左右左右、バックハンドも左右左右という形をしっかり意識してもらうことが大事になるんですけど、これだけやったら当たる瞬間がグラグラになってしまうんですよ。なので基本のバックハンドを打つ上ではある程度と脇は締めてもらって、肘の位置は固定しておきましょう。肘の位置を固定して当たる瞬間に畳む、この動きが大切になってきます。ただこれだけではボールを飛ばすことって難しいので、これに体の動きをしっかり足していく。インパクトの瞬間に左から右の体の動きと畳みを一緒にやってもらうことによってボールを力強く飛ばすことができるようになってきます。この形ですね、この形をしっかりまずはできるように、素振りから始めてあげることが必要かなと思います。でこの肘を畳むときにラケット面が上に向いてしまうことが多くなるので、ここはしっかりグリップを意識して押さえてあげることを注意しましょう。親指に意識が入りすぎると面ってグッて上に向いちゃうことが多いので、このバックスイングを取ったときに後ろの指でグッて押さえて畳む、ちょっと全身回転を加えるように畳むことができれば安定感のあるボールが打ちやすくなる。次にバックハンドを覚える上でおすすめの練習方法について解説をしていきます。その練習方法というのは自分の手元にボールを置いてもらってそれを打つという練習です。こういった練習ですね、
やっぱりバックハンドを覚える上で一番苦戦するのがラリーを続けるということなんですよ。やっぱりラケットの角度であったりボールの飛ばし方、タイミングの取り方がうまいことできなくて技術を覚えるのが難しいっておっしゃっている方がやっぱりすごい多いと思っているので、そのタイミングをつかむ方法、ボールの飛ばし方をしっかり狙ったところに飛ばすために必要な練習方法です。自分の手元にボールを落とします。で、落ちたボールに合わせて1、2、落ちたボールに合わせて1、2っていう風に体を使ってスイングすることによって飛んでくるボールに対するタイミング、リズムの取り方を習得することができます。そしてその落ちたボールをしっかり打ちたい方向、バックやったらバック、フォアやったらフォアっていう風に狙って打ってもらうことによって、コースを狙う練習にもつながってきます。で、その時に意識していただきたいのが、狙ったところにボールを飛ばす時ボールを曲げないということです。バックハンドを振る上でやっぱりこうインパクトの瞬間にボールの内側を捉えてしまってボールがシュートしてしまう方がやっぱりすごい多いんですよ。こうなってしまうと強いボールは確かに打ちやすいんですけど、やっぱり狙ったところにボールを飛ばせないであったりボンミスが生まれやすくなっちゃいます。なので基本の形ですね、まず狙ったところに狙ったボールをまっすぐ飛ばすという基本の形をしっかり覚えてもらった上で、そこからボールを曲げるといった応用に移っていただくのが一番です。これを初めからボールを曲げる動作から入ってしまうと、やっぱりこう技術に偏りが出てしまって、取れるボール、取れないボールのやっぱ差も出てきてしまうので、まずは基本ですね、まっすぐボールを飛ばすということを、この自分の手元に置いて、止まったボールに対して行うことから始めていただくと、バックハンドは習得しやすいかなと思います。人相手に打つことがやっぱり練習じゃないんで、それこそ練習相手がいないときにこういった自分の手元に置いて打つ練習をやってもらうことで技術の向上につながることもありますので、ぜひ一度お試しください。はい、今回お伝えさせていただいたこのバックハンドですね、裏面を貼っている方でもやっぱり覚えていただいた方がいいかなとは思っております。いつどこでどの技術を使うかわからないですからね。やっぱりこういろんなことをできるに越したことはないので、遊び程度でもいいのでこうやってラリーを続ける練習をやっていくことで、新たなひらめきであったり、気づきが生まれたりするので、いろんな方にやっていただきたい技術ですね、このバックハンド。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。